寺本さん彼女と同棲してるんですけど、はいはい、始めましたね。そこを凸しようかなと思いまして、ワンチャン物を奪っていこうかなと思いまして物を奪ってそれを皆さんにちょっとプレゼントというか、あ、いいですね。まあどんな映像になるか分かんないですけど、片栗出るんちゃうかな。入ってくんねや、そこまで。誰やねん、入ってくんねや、そこまで入ってくんねや。片栗片栗、あめさん、こんにちは。人力車乗るやつ効率悪すぎ、よろしくお願いします。効率悪いですね、あれ。そういう問題じゃない、そういう問題じゃないですか。雰囲気を楽しんでる、はい、まあまあまあ諸説ありますけども今日なんですけど、はい、ラファエルのなんかちょっとおもろいこと考えれんかなと思いまして、あ、まあ、今日僕らオフなんですけど、ちょっとゆうたくんに来てもらったのはちょっと他でもないおもろいこと思いついて、あ、ラファさんが今日気緩んでると思うんですよ、オフなんで、はいはい、でラファさん彼女と同棲してるんですけど、はいはい、始めましたね。そこを凸しようかなと思いまして、ほうほう、最近凸流行ってるでしょ。今日はワンちゃん物を奪っていこうかなと思いまして物を奪ってそれを皆さんにちょっとプレゼントという、あ、いいですね。普段ねちょっと見ていただいてる皆様にちょっとプレゼントしようかなと思うんで、今日はでもガチの家なんでラファさんの、はい、ほんまにそこ行くんで。ラファさん知らないですよね。もちろん知らないです、ほんまに知らないですけど、うん、で鍵とかえありました、鍵とか。鍵は持ってます。あ、持ってます。鍵は僕持ってるんですけど、まあちょっと工具部さすがに映せないじゃないですか、公共部分とか映せないのと、はいはい、まあほんまちょっと黒いやつでも音声だけとかなるかもしれないですけど、まあ最後までちょっとプレの記憶もあるんで見てもらえればなと思いますね。何を奪いますかね。いや、わからん。結構でかいもん行きたいまあまあまあから、まあとりあえず凸して、まあどんな映像になるかわかんないですけど、まあワンチャン片栗出るんちゃうかな。ちょっと音声でも撮りたいでしょ。まあ音声、声は。声は。そりゃそうですね。さすがあんな出してるね。出てないんで一回も。一回声とかワンチャン狙っていきたいなと。うわぁ、やばいな、それは。ちょっと今日は気合入ってます。なるほど。はい。なんかゆうたくん、まあとりあえずカメラ回して、音声だけ撮ってって。で、まあ、バッて行こうかなって。なるほど。そんな感じっすね、今日は。わかりました。さあ、早速行くんで。まあ、ゆうて近いんでね。はい、行きたいと思います。行きましょう。わかります。やっといかつ。広いな、マジで広い。指導じゃないですか、これ無理よ、これガチで広いわ。ラトゥール大会もなんかもう新しい場面だよね、マジで。ああ発達あんまやば、何個ドアね久々来たけど、何個ドアだろう。てかもう、まず門から入り口まで遠いやん。いやー、ステーブル、これステーブル、ビビると思うな。いいなー、このとこ住んでるのに。反響はすごいね、まず。反響はすごい、反響はすごいですよ。大きいものとかよくわかんないですかね。難しい、難しい。OK。部屋番号言って。え、ダメでしょ。言ったな。ダメでしょ、それは。だいぶ家賃相当やろ。家賃やばいっすね。家賃相当ここは。今のところよりも高そう。来た。到着。怒られないですか、僕。いや、怒られるよ、それは。怒られに行くんすか、じゃあ。ただ、凸しようっていう企画やから。はい。ではではでは。ではでは行きましたけれども、早速。表札がやっぱないよな、それな。ないっすね。え？ダメでしょ。それ、ダメなんですか？ダメでしょ。あ、オッケーオッケー。じゃあ、ちょっと行きますね。ピンポンを見て。ここは、いるんですか、本当に。うん、多分おると思う、普通に。鍵渡したんが、まあ、ニスやわ。俺が。まあまあまあ、信頼してきますから。うん、アホや。いいっすね。うん、アホや。はい。かけてください。開けてください、ラファさん。今日行ったのが気が済めば帰れ。開けて、開けて。え？帰れ。女寝てるか帰れ。ええー、開けてください。もうそれこそ。トーンって分かってる。マジで。普通に来ただけですよ。だから荷物届けに。まあ、これこれか。トツすんなよ。ニコ生配信者か、お前。いや、トツです。オタクか。いや、トツじゃないですよ。僕は荷物届けに来ただけなんですよ。荷物、早い、ごめんごめん。俺、頼んだやつな。はい。俺が頼んだやつないの？やつでもあれですね、プライベートしてもらう。あっ、午後から黒いでんのか。おはようございます。午後いでんのか。はぁ、喉乾いた。乾いた。スリッパ、これですか？スリッ
俺くなって。ガチな格好だよ。鍵開けといて、鍵開けといて。鍵開けといて。荷物だ。やば。もうやってくんなよ。入ってくんなよ、そこまで。何やねん。入ってくんなよ。そこまで入ってくんなよ。声でかい声でかい。カメラ回ってるんだよ。お前なんでほんで靴片方だけ履いてんの。なんで靴片方だけ履いてんの。お前入ってくんなよ。もうオーケーの出すな。映していいですか。今とりあえず黒いですけど。おしばくぞ。しばくぞお前。しばくぞお前。何回してんの。いやとりあえず黒いですけど、マシですか。お前な、こんなな、140万ドルもあってな。これも最後にもう一回言うわ、はい、過去は何240万登録もあってな、はい、なんで iPhone やねんなんで iPhone やねん。いやさすがに5万円回すなよ。通算したの400万円やぞ俺。なんで iPhone やねんお前。何回でも言ったろ何回でも言ったろ。あーええとこやな。お前白じゃないですか。カタクリカタクリ悩みはしまるぞお前。これ半分でもういられるねん。起こしたら、いやいやいや、ほんまにえぐい。もうええって映像分かってるんです。どうするんですか。どうするの、まあ、とりあえず出しますけど、どうやらねえか。すごそんなに出てない。もう俺の完全プライベートのところでさ、絶対映したらあかんって、お前の認識あるからそれ真っ黒なわけやんか。いや、おもろいな思って。これは。これはない。これはいかつい。やばいでしょ、これ。何回なんですか、これ。あー。P 入れるよ、絶対。P 入れへんねん、その編集マジ。編集マジ、どうでもいい。一応名前だけ言うときましたけど、前で警察の名前で一応ね、言うとかな。いや、いかついですね。これはだから、これはやばいよ。マジか、うん、やばいっていうか、その前と同じ平米数で広さやけど、スタジオでいいやん。てか、グレードが違うっすね。全然違うな。ここスタジオの方がいいんじゃないですか。そう、確かに。あんな、あんだけど歌われやけど。あんな。あ、もういいとこですよ。いや、めっちゃいいやろ、これ。ラさん、喉乾きました。知らないよ。熱ない、ゆうたくん。熱いです。もう熱い。黙れ、カタクリ。やめろって、お前。お前もやられるぞ。危ないぞ。カタクリ。うそ、カタクリおらんで、今。あ、いないっすよ。あ、いない。仕事で、仕事で。そんなお前らがかかってるような音楽と違うから、うちの方がちゃんと仕事してるから、そんなな、億万長者と付き合ったからってな、仕事辞めたりせえへんねん、その辺にインスタグラムちゃうんじゃん、パパ活やってるような、そんな自分の力で何もできるような崩れちゃうんじゃん、そんな、全然やわ、言ってやりたいわ。これ、カルモ。めっちゃ良くない？ほんまに。マジでやばいっす。これ、バッチグ強くない？まあ、これあんまり、あ、言うと、特徴言うとあれやから。特徴言うと、まあ、いろいろ。ドアの厚みこれ見て、これやばない？やばいっす、やばいっす。ほんまやばいっす。なんなんこれ？やば。なんなんこれ？こんな、子供挟まったら、子供みたいな。これは。かっこいいね、これ子供。ぐぐ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 ぐプロやばいっすか。トイレはまあいつも通り2個あって、まあまあ、まあ、トイレもなんか無駄に広いね。広いなぁ。これホテルやん。ガチでホテルやん。ホテル以上ぐらいの、確かに。広いよな。無駄に広いよ。うわぁ。ね、入ってすぐに、一部屋これあって、駐輪クローゼット、仕事トイレとこの収納。収納めっちゃ広いですか。収納広いな。ドアも1個、重みが全然違う。これドリルでやったら長くんすか、これ。一応ね、やってみんでも分かるやろ。穴開くわ。穴開くんすか。穴開かんかったら、こんな風に建設できへんねん。どっから持ってくる。天然でこの形か。天然がこの形。うわぁ、次こっちや。うわぁ、うわぁ、やばいな、ほんま。洗濯回してるから。ほんまや。すごいな、これ。風呂がやっぱ広いわ。洗濯機止めていいっすか。しまくよ。あと14分待たないけど、あと14分って書いてるよ。この14分全然変わるんだよ。風呂や、風呂見て。風呂やばない。風呂や。この壁。これ反響で分かるんじゃない広さ、ほんまに。風呂の広さ。今回は、これでテレビが。でかっ。何テレビでかっ。20以上ある。20万。スネ夫の家みたいな。マジでそんな感じだよ。例え古いな、お前。ほんま例え古いな。前から思ってたけど。スネ夫。見て、ここにいるとこ子供頭だ。こんなとこ子供頭だ。子供いないでしょ、だよ。大丈夫でしょ。このジャグジーになってるというか、上からも。いや、ほんまにやばいなぁ。で、つけ目台、2個。本当のおしゃれとかあるんすね。これは、まあ、そうやな。あるな。右と左やな。ほんと、多分、東京では多分一番いい。いや、いいでしょ、ここ。見たことないもん。俺の中ではラクールの大観より全然いい。いや、グレードは高いです、多分。新しいし。新しいね。そうです。一つはそうやな。で、これが2個目のトイレ。2個目のトイレももう普通に広いかな。こっちが。あー、広い広い。こっちがちょっと狭くなるかな。1個いきますという。切るやろ。いらんと思う、ほんまに。おしっこと。別々じゃん。逆や。両方出るときと、両方出るときどうすんすか。別々でいかないから。何してもお前。正面から、正面最初の時やけど、さっき
やってもらった時は結構膝やん。で、これがもう一品や。まあ、全部床絨毯にして、まあ、ここも 3LDK やから、まあ、何に使おうかなっていうか、謎やな。まあ、今回、ええのは、このバルコニー。うわ、ほんまや。ここが、ちゃんと使えるから。これ、すごいな。しかも、この景色めっちゃうまい。景色めっちゃいい、ほんま。低層マンションがやっぱ一番良くて。これ、見られへんもん、見られないですもんね。あ、こっちは見られへんと思うな。あ、こっちもいいし。低層マンション特性して、いいね。暑いなぁ。まず俺、カラマンがあかんねん、俺。あ、ラマさんね。うん、上まで上がるのだるいやん。まあ、そうですね。しっくり。ベッド何なんこれ。でかすぎる。これ良くない。ベッドこれ良くないってか、これ何のためですか、こんなに。でかい。これ特注。特注でしょ、ベッドで。やば。これは、どうぞ、でかい。わからんけど。特注のベッドやな。あ、うん、そうやか。意味わかんないっすね。あ、それこそ、ユーラム、この間買ったベッドあるやんか。あれの2個分ぐらいになるんじゃん。ぐらいっすよね、これ。それで言うと。え、でか。見たことない、こんなの。これ、こっちウォーターベッドじゃないから。これ、横の方が広いでしょ。横の方が広いよ。縦より。全然全然。楽勝。全然。何のためですか。確かに、趣味。ここにもバルコニーあるから。うわ、ほんまや。まあ、ちょ、ここ椅子。椅子と机ぐらい置ける。ここマジで良くないですか、うん、このスペース。うわ、このスペースめっちゃいい。いいねんけど、でも、正直下の、見てへんと思うんだけど、下にめっちゃ広いスペース。あくまで出てやん。どうせやるんだ、あそこの方がやったら。まあまあ、ね、下の外のスペース。まあまあ、そこめちゃくちゃいいやん。これプライベートやな、ね。うわ、やば。まあ、なんかあんまり言うと特定されるからな、あれやけど、なんか、もう森の中に住んでるんだよ、感じが。確かに。だから、非常時のとこ破っていいですか。下部が、一回に。上も下も横も破るな。簡単に破れるになってんねん。あれ、子供で殴って殴れるになっとんねん。行っていいっすか。だから殴るんだ、それは。行ったろ。うわぁ、見せないのがちょっと残念っす。見せないのが見せられへんな。見せられへんっていうか。本気出せば行きますけどね。いや、本気出すなって、しかるぞ。だいたい撮影許可出してんから、今日。見せられへんっていうか。うわぁ、すごい、マジで。でもこれはやっぱもう全然違うな。はぁ。全然。冷蔵庫これよくない？これ見て。これ。これ全部自動で。そうやるな、多分。いや、自動で。いや、それってお前らそれ言うやん。お前らそれダサい。それ言ってることダサい、マジで。こっちは早い。ほんまにダサい。自動ってほんま。いや、それお前じゃあ、自動のドアと自動ドアとどっち入る？いや、それ自動ですけど。やろ？一緒やん。一緒やん。全く一緒やん。階段のトイレ使うかどっち？使うかやろ？全く一緒やん、言うてること。矛盾も違う。これにやれてしまったらもうこれじゃなくて無理やな。いい、全然今横こすって反応しちゃうんです。あげたも書いてある。反応するって。反応するって。危ない。壊れる。いや、でもすごいわ。めちゃくちゃ良くない？このなんか謎のスペース。意外と気に入ってるのがキッチンのこれ。マスターそれ。意外と気に入ってるのこれ。おー。これ。意外と気に入ってるのこれ。それ最初からですか？最初から。これはめっちゃ肩こりもこれめちゃくちゃ楽やるとこれ初めてやすごい奥の門とか取るんだるいやんああほんまにそうですねこれめちゃくちゃ楽やったわすごいなまあこんな感じでいいっすよすごいわまあそんな感じでとりあえず帰れよもういやなんか欲しいなもう今日なんか欲しいな絶対いやもう今日フルテロップで真っ黒やん編集マンさん申し訳ないしお前そんなしょうもないですねこの最初行くんだよこのお前サムネどうすねこれお前いや、そこのスポンジ洗剤洗剤どうすんのよ、こんなマジでリビング俺も趣味こんなんやなリビングもう帰れよ、分かった帰れよいや、でもなんか欲しいよ、ほんま帰れよせっかくやからねなんか、あ、そうさ、スイスにあったのテレビまだかけてないやつあ、置いてあるやつどれすごいって、それはほんまにあ、これ剣だ剣だテレビ剣だよ絶対剣だよそんな丈夫だもんちゃうからそんな丈夫だもんちゃうぞ。で、これ欲しいっすよ、山さん。もうって、誰に、何に欲しいねん。ええ、プレゼント。誰にこれ、なんでなんこれ、見てくれた人は、多分、めちゃくちゃ見てくれてるんで。真っ黒っすよ、だって。最後まで見てくれた。そう、最後見てくれた。特権として。はい。それは、最初は全然もなかったし。お前らやって。こっちはツッコミ用意しとんねん。バリバリ用意しとんねん。ツッコミ、ボケ待ちじゃ、こっちは。ツッコミ用意しとんねんて。いや、その部屋紹介されてもな。いや、真っ黒やし。だから、ハギちゃんくんねん、最近。お前らボケられへんから。お前らがハギちゃんがツッコミとかボケとんねん。お前らがそれようやらんからやな。あ、テレビ行くやつよ、もうこれじゃあ。お前これいくらするもんね、これ50インチやぞ、お前。まあでもそんなしないでしょ、言うて。10万もしないでしょ、10万。何プレゼントなの、これ。いやいや、もう視聴者のプレゼントですよ。ああ、いいっすね。はい。最後まで見てくれた人に。最後まで見てくれた人。特権やな。はい。ありがとう
え、まだじゃん。これでいいっすか。やばい、これやばい、もらいましたね。いいっすか。新品しかも開いてないから。まあ開いてない。お前ほんま小じきやな。いや、ゆうたくん、あんただけ見たら言うたらちょっとや、小じきにして。